はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。5月27日、和歌山にやってきました。昨日は実家の富田林で一泊し、ゆっくりと休憩したんですけども、10日連続ね、弘前から大阪までトークライブしてたでしょ。さすがにやっぱり疲れてたんでしょうね。実家帰ってご飯食べてお風呂入ったら、完全に記憶を失うかのように寝てしまって、気がついたら朝になっていました。まあ実家だから余計リラックスしたんでしょうね。そして今日からまた千秋楽に向けて走っていくわけなんですけども、和歌山、徳島、高知、松山、岩国、そして福岡となるわけです。6月からめちゃくちゃまた面白いことがね始まりますんで、よかったら今後もこの YouTube または LINE への登録を持ってですね、情報をゲットしてほしいなと思います。先日前田夏美さんと大阪でお会いしたんですけれども、その時面白いこと言われていました。その翌日、つまり5月の26日からどえらい状況になると言われるわけですね。まあそのどえらい状況というのが毎回毎回いろんなこと言われたわけですけども、それはある種加速という意味なんですね。で、どういう加速かというと、本当にね、二極化っていう言葉は使いたくはないんですけども、でもそう言わざるを得ない部分があるわけですね。つまりですね、未来に対する希望や今この現状に対する感謝の気持ちを持っている人とそうではない人との間にすごく二極化するわけなんですよ。で、そうでない人は何かあったら、未来は絶望であるとかですね、余計な不安を持っている、または今この瞬間、これまで起こったこと、今この現状に対してですね、不平不満をダラダラと言ってる人たち、もう完全に二極するわけですね。で、未来に対する希望がない、感謝できないという人たちはどういうふうに思ってるかというと、これ一つ言えることなんですよね。全て他人のせいなんですよ。全て他人のせいで、僕はめちゃくちゃ自分に対してもそうですし、未来に対しても希望を持って生きています。そして今この瞬間、常に感謝しているわけです。それはなぜか、自分自身で全てできると思っているからなんですね。もちろんそれはね、テクノロジーだったりね、それはもう公共団体だったりとかですね、いろんな人たちのおかげで自分が成り立っているのはそれはもう事実ですよ。そういうことじゃなくって、幸せになるのも不幸になるのも全て自分次第だっていうことなんですね。将来不安だなとかね、不幸だなと思ってる人、今この瞬間もですね、どうもやっぱりね、もやもやしてるという人はですね、何かどこか他人任せなんですよ。というのはですね、政府が悪いとか、この自民党が悪いとかですね、環境が悪い、経済が悪い、世界が悪いというところで、そういう他人が悪いことをしているから自分も不幸な目に遭っているということをつい思いがちなわけですよ。だけどもそれが明確に言えない場合には、さらにデープステートとかですね、宇宙連合みたいなところにね、発展してしまう人もいるわけですね。もうそうなると完全に自分、自我っていうのはないわけじゃないですか。自分の軸ってどこにあるんですかっていうことになるわけですよ。でも僕はどんな状況だろうが、たとえイケメンでなくてもね、IQ が低くてもね、経済的に恵まれてなくてもですよ、これから先、希望があるんだと。で、その希望に向かって、今この瞬間、自分に軸があり、すべて自分次第で生きていけるんだっていうことをバシッと持っていると、本当に今この瞬間に対する感謝、そして希望しかないわけですよ。そして今僕は自由なんですね。すべて自分次第に何事も変えることができるわけですよ。もし環境のせいとか他人のせいというふうにしているとですね、環境や他人が変わらなければ自分自身が幸せになれないでしょ。そんな不自由なことはないですよ。ショーシャンクの空にという映画が大好きなんですけども、まあ見た人も多いと思います。アンディというですね、まあ若い青年が無実の罪で冤罪で牢屋に入ってしまうわけなんですね。しかも終身刑です。もうとにかく劣悪ですよね。一生出れないわけですよ。もう肉体的にもね、非常に厳しいし、もちろん精神的にもかなり過酷なわけなんですね。で、あるですね、同じ囚人が言われるわけですよ。こんなところで希望を持っては絶望するだけだよと。希望を持たずに、ただ淡々と一日を過ごしていく方がいいよと言われるわけなんですよ。でも主人公のアンディは希望を持つわけですね。ある時、図書館のレコードがね、寄付されたわけですよ。モーツァルトのフィガロの結婚でした。それをアンディは流すわけです。で、図書室でこもって、牢屋の人たちがガガガガ、何してんだ何してんだというふうに叩くんだけれども、そこでぐわーっとボリュームを上げてですね、その牢屋、その施設、全域にそのフィガロの結婚を流すわけなんですよ。その結果、アンディは独房に2週間入れられるわけなんですけども、で出てきたら、他の囚人が、アンディ大変だったな、なんであんなことをするんだって言うわけです。いやいや、モーツァルトがあったから自由だって言うことをするわけですね。どんなに環境が悪くても、たとえそれが独房だったとしても、自分の精神だけは他人には渡さないという、それがまさに自由です。最後にはネタバレになっちゃいますけれども、
まあ、本当に自由を手にするという、本当に胸のすくような映画なわけなんですね。すべては自分次第。そして、常に未来に対する希望と感謝を持って生きていきたいなと思うわけです。おかげさまで僕はとても自由です。それは Q さんがもともと恵まれてるからじゃないんです。僕も20年前会社を辞めました。貯金も30万円ぐらいしかありませんでした。2005年の6、7、8と月に10万ずつ使い、ゼロになりました。9月に厚生年金基金を解約しました。11万円入ってきました。それもその月に使いゼロになりました。さあどうしようか。しかし、自分は自由なんだと。俺は豊かなんだと。そういう気持ちを外さず、誰かの奴隷になることもない。俺がこの人生を切り開いていくんだという、その気持ちを強く持つと、いろんなシンクロ、奇跡が起こるわけです。そしてあれよあれよと、どん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 奇跡が重なっていって、そして今このような状況になっているわけです。決して、大金持ちでも大富豪でもありません。だけども、まあおそらく、一般的な年収の10倍以上は僕は稼いでると思いますし、現に今、メルセデス・ベンツで、北海道から九州まで走って、その都度トークライブをしてるわけです。そしてその間で、大体年収以上はですね、一般的な稼いでるわけですね。これはどうしてそうなったかというと、自分でそうしたいと思ったからです。自分は自由だと。自分が思っていることは全て実現するんだと。他人のせいではない。政府のせいじゃない。経済のせいじゃない。全て自分でできるんだという。自分軸。自分に全てがあるんです。今回、希望と感謝によって結界が張られるという話をしていました。本当にそうだなと思います。今から、もう48時間とか24時間とか言いません。常に希望と感謝を忘れずに、例えばこれから1時間でいいよ。1時間でいい。希望と感謝の気持ちを思い出してみたらどうだろう。何も起こらなかったら何も起こらなくていいじゃないですか。なんか嫌なことが起こったら、それはそれで気づきだなと思えばいいじゃないですか。Everything 全ていいことにつながってるわけですよ。いちいちコメント欄に何も起こりませんでしたって書いたら、その起こらないっていうことがどんどん積み重なるわけですよ。些細なことでいいんですよ。100円見つけたでもいいんですよね。掃除していると1000円見つかった。そういう些細なことでもいい。ああ、すごいありがたいな、ラッキーだな、ついてるのな。そういう感謝の気持ちが感謝したくなるような現実をどんどん引き寄せる。そしてそれが希望に変わる。簡単なことだ。1時間でいいよ。希望と感謝を胸に置き。そしてスッと落ち着き瞑想してみよう。じわじわじわーっと、あ、本当に生かされてるって素晴らしいことだなということを思い出すかもしれない。そうしたらその気持ちってものがどんどん増幅する。ちょうど今、5時45分、6時から始まるんだけども、まあ幸いにも、このホテルから徒歩1分か2分のところなので、まあそろそろみんな待ってるんじゃないかなと思う。今日は雨が降るっていう話もあるんで、傘を忘れずに行きたいと思う。車もおかげさまでどんどん荷物が減って、本や CD が売れてるってことだけども、なんとなく身が軽くなってる気がする。この後四国、そして千秋楽の福岡に向けて、希望と感謝を忘れずに最後まで走り抜きたいと思います。まだ会場空きがあるところもありますんで、よかったら、あ、Qさん来るんだと、希望と感謝をお互いにシェアし合おうぜというね、そういう感じで楽しくこれからも走り、そしてトークをかましていきたいと思います。では行ってきます。ありがとうございました。